クサキットエル歌舞伎のエルウダです。どうもデロリアン編集です。ということで、はい、実は昨日の配信会でですね、はい、初の次回予告をして終わるという回がありまして。あー、そうなんですよ。なんか言ってましたよ、ね、昨日最後に喋ったのがですね、はい、亀田四郎は今という、あ亀田一家の親父さんが驚く流れ、はい、今 YouTuber になってるんですよ。まあなんかそれだけあなた言ってましたけど ね。そして編集が姫木と、なんていうのよ、長女であり、まあ、一番末っ子の女性なんですけど、はい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 。でその第1回の放送をちょっと見まして、亀田四郎さんの、であのまあね、皆さんも見てほしいんですけども、すごい再生回数なんですけど、最近なんだね本当に。最近今年の1月かな。あへ、でそれなんで調べたかって言ったら、うん、昨日亀田光希がライセンス再申請っていうニュースになってて、うん、1試合限定で試合現役復帰するというのがあって、でやっぱ亀田光希といえば四郎を調べないわけにいかないだろうと、まあそうだな、調べまして、そうだな、第1回見たんですけど、はい、俺って怖いイメージあるやんか、だからまあ YouTube でな、亀田四郎もっと知ってもらわなあかんし、俺はそう考えてるって言った瞬間に下に、俺はそう考えてるってテロップが一緒に出る自分でギャグにしだしたんだよね、ブログの最後の締めの、そうなんですよ、コメントを使って。でどういうことやってんの。ね、いろいろやってる。姫木が四郎さんにこう、うん、ドッキリを仕掛けるやつとか、で四郎さんが本当に怒ってお前しまくぞほんまとか言ってるのとか、家族のじゃれ合いを見ることになる。面白いんだよ。でも普通にあので編集がすごいから、なんかテロップが出たりとか、なんかスロー再生になったりとか落とし穴に落ちるとしたらもう、そうそう、だから亀田姫が風船をパンって割って、うん、シロがものすごい驚いたのがうわーってゆっくり見れるというねえ、これはすごい。あんだけビデオ判定にイチャモンつけた人のビデオ判定見れる、見れるビデオ判定でね、イチャモンつけたんですけど、なるほどね、はいはいはい、かつて目にありましたからね、対戦相手の控え室に殴り込んで、はい、踊るの玉取ったのか現代、あの V シネ以外で言う人いるんだってね。たまって言わねえからな。すごいですよね、命って書くんですよ。命ですよ。それこそボクシングツアーだったらさ、うん、ネリがね、うん、日本国内での試合はもう永久追放みたいな。そうそうそう、JBC からね、ジャパンボクシングコミッションから。世界だと思ったんだけどね、ルイスネリ。まだそうそうそう、あんまり痛くないだろうね、日本国内だけだったら。うん、まあでも、ね、一国、ね、まあでも日本では名前売れてるし、チケットも売れるから、日本が来れなくなったっていうのは、まあ、もしかしたらね、あるかもしれないですけど。でね、亀田四郎の YouTube 見てたらね、結構コメント欄でも、うん、いや、なんかすごいいいお父さんだねみたいな、やっぱ思っちゃうんですよ、見てると。はい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 。亀田四郎にファンになってる自分がちょっといまして、気づいたら。おー、だからちょっと ね、チャンネル登録しようかなと。それはあれじゃないの、うん、その四郎さんがたくさんアカウント作ってるとかじゃないよね。いや、違うんだよ。代わりに俺は、亀田四郎のチャンネル登録する代わりに、ヤク・ミツルが映ったらチャンネル変えようかなと思って。亀田一派に。亀の子たわしと、あ、亀の子いた、亀の子たわ、亀の子糸をね、亀の子糸を投げつけるという、ね、それこそ人気 YouTube ですけど、はい、ね、どうでもいいけどね、ヤクミツルが相撲以外のニュース切ってる時の違和感が俺すごいね最近。あー、でも昔からでもなんかそうなんだよね、ってはいるけどね、専門家なのかなって俺の中で勝手に思っちゃってて、漫画家さんですからね。そうそうそう、ね、うん、漫画家であり横綱審議委員会というね、まあまあまあ、確かまあどん、いろんなニュースやってますよね、うん、そうですねなんかね、まあまあまあ、そしてですね、はい、ビートたけしさんが独立ということで、びっくりしました私今日、まあ、それはね、もう大きいニュースになってて結構知ってる人も多いと思うんで、朝もうびっくりしました。あえてサイドニュースをちょっと切ろうかな。たけし独立に、うん、オリラジ中田が推測、うん、しがらみの中で自由が利かなかったのかもと、あっちゃんがね、 はい、あっちゃんコメント出しました。仕事ですからね、コメンテーターという、まあ、パーフェクトヒューマンです、パーフェクトヒューマンですから、はい、予定を自分でハンドリングしているイメージがありましたけど、うんうんうん、ハンドリングというと、しがらみの中で自由が利かなかったのかもと。なるほどね。これはね、結構コメントでも多いですよ、はい、うん、君が語れる相手じゃないよみたいな、はいはいはい、たけし信者多いじゃない、はい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 、だからね、そういう、うん、でもあっちゃんも仕事をしてやったわけじゃない、はい、だからこのね、でもデロリアンもたけしさん信者じゃないですか。そうですよ、だから今日ちょっとね、うん、芸人さん会った時にね、うん、真相どうなってんの、お前らのどこまでどういう話になってんだ、うん、ちょっと聞いてみたんですけどね、はい、そいつがちょっと気まずそうにね、目線であっち見てあっち見てってふっと見たらね、うん、あのスーツを着た大人の方がいたんでね、多分その、まあ、オフィス来たのは関係者だと思うんで、私は楽屋で、あの要はテレビ局でしょ、テレビ局でね、で誰が聞いてるか分かんないけど喋れる話じゃない、そうそうそう、そそくそとおっしゃ見えましたけど、そこはだからね、この気になりますよ、あっちゃんに対しての、はい、その留飲を下げるあれが必要だなと思って、武市さん死んだの、はい、一回ダンカンさんあたりにボコボコにしてもらうってことという、
リアル武勇伝。武勇伝だ。リアル武勇伝を作って、あっ、ね、ちゃんかっこいいじゃなくて、うん、あんちゃん勝手なこと喋ってんじゃねえこの野郎。アウトレイジ。アウトレイジ。そう。あとはね、逆にそのあっちゃんが実は、たけし信者説ってのを唱えて、俺が。ほう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 。だからパーフェクトヒューマンって言いながら、あれ実はたけしさんの首かしげる真似をしてるんじゃないかと。あ、皆さんね、ミュージックビデオ思い出してます。ぜひ。誇張しすぎたたけしさんもの。たぶん首ぐってやってるね。ハリウッドザコシショウバリの。ねえ。そしてですね。どうなるんだろうね。うん、どうなるかね、実際ね。ちょっと楽しみですわな。そして、うん、渡辺正行さんが、はい、過去の200万円盗難被害を告白。昨日のテレビかな、テレビ番組で。あ、テレビ番組で告白されてたんですか。なんからしいんだけど、うん、昔預金通帳とハンコを取られて、銀行で200万円下ろされてしまったんですと。で、監視カメラの映像から、うん、当時付き合いのあった女性の一人だったと話した。へえ。で、捜査がこれ以上進むと、うん、なんかいけないなと思って、うん、警察の人に捜査はもう結構ですと平謝りした。何つまり、何それ、女性との関係がこれ公になった時に、うん、奥さんからの取り調べが待ってたかもしれないっていう。警察よりも怖いと。そうしか考えられないね。なるほどね。だから、ずっと現役なんだよ。そういうことだな。だって、いまだにラマは新人コント大会出させてもらうと、はいはい、入り口の看板に、うん、渡辺正行、カッココント赤信号って。書いてますね。赤だけはちゃんと赤のチョークで書いてます。現役なんですよ。すごいよ。200万円で安全を買ったってことですな。そうですよ。200万なんか腐るほどあるでしょ。ね、ちなみに200万円はですね、はい、分かりやすく言うと、東京フレンドパーク2の金貨20個分に相当します。いいよ、いいよ。20回出すのあげれば。20回出すのあげれば。渡辺正行さん、一回金貨でね、補填したかもしれないですよね。あの、借金分。借金分。そうそう。そういうことね、200万円ね、うん、多分。ちょこちょこいるんだね、やっぱ芸能人の方。ああ、なんかね。だからやっぱその、泥棒になんかトラウマあるんですかね、渡辺正行さんも。あら、ラママは新人コント大会最近トップリードさん出なくなりましたんで。いや、ちげえよ。違うんですか。ちげえよ。キングオブコメディさんも最近出なくなりました。いいよ、お前。できんにしたのか。できんだよ、お前。違うんですね。違うよ。さあ、そしてですね、はい、音竹氏。あ、音竹さん。はい。しばらくテレビ見ないな、最近出たんですね。なんかあったんかな。女子大生社長と熱愛。あら。ザキとワニで5カ国語を操る超才女。え、なん、ザキとワ。ザキとワ？あの、ピョンチャンオリンピックでいたさ、うん、ヨーロッパかなんかの超美女って言われてる選手がいるんだけど、あ、すげえ話題になってるんだけど、ザキとワニ。ザキとワニに似てるという。どっかでどこ引用してるんだよ、それ。お相手はですね、はい、20代の日本人の父親とチェコ人の母親を持つ、うん、ザキとワニの美女と。なるほど、ハーフなんだね。そう。で、乙武さんの知人も、本人もこれまでのことを踏まえて、しっかり考えて行動してると思いますよと。はあ、はあ。真剣交際だと。なるほどね。なんで、次もし不倫したら、うん、浜田雄太郎さんに漫談でべった切りにしてもらいます。どうですか？そこで。なんでそれ。ね、あー、でも、わ、すごいね。乙武さんもだってもう40代よ。41かな。一相手が20代だからね。へー。現役ですよ。すごいね。すごいですよ。ね、世界的にはね、あの、ホーキング博士が亡くなったというね。ニュースがあって、車椅子の天才科学者。片や未だに現役かと。すごいね。ね、昔ね、あの、水道橋博士のネタでね、はい、あの、石田純一が東京都知事選で受かったら、うんうん、不倫と五輪は文化ですってこれを言ってほしいっていう、博士がよく言ってて。はいはい、なんかね、不倫なんでちょっと思い出しちゃいましたね、それを。いいよ、別に。あの、小石田純一が一切思い浮かばないネタね。あんだけ石田純一いじってんのに。まあまあまあ、靴下脱ぐまでがもう、はい、そうですね、仕事。小石田さんですから、はい。小石田純一の最近一緒にライブ出た時のネタ見た？ん？すごいよ、ラママだったんだけど。あー、はい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 、はい。あの、なんかね、超ゲス野郎みたいなネタやってて、うん、僕は仕事が欲しいんですと、うん、客席に向かって叫んで、うん、だから石田純一さん、もっと頑張ってくださいっていう言った瞬間に、10人の手がバーって上がって、強制終了させる。うわー、それ、フレーズ受けないのはきついな。そういうコーナーがあるんだけど、ラママに。すごかったね。3分完走できるかどうかというコーナーがあるんで。で、なんかね、その、とにかく、石田純一さんもっと頑張れみたいな。僕が仕事が増えるんです。僕はもう頑張れないみたいな。なんか自虐混じりの毒舌。自虐混じりの。でもなんかね、人間がすごい出てて面白かったね、それは。
まあまあ、確かにな、うん、俺楽屋にいたけど寂しそうに肩落としてる小石田さん見たな、ね、強制終了させられてエンディングの出番も奪われてね首に巻いてるカーディガンも奪われたっていうあれ下ろしたんだな。そうだね、ちょっと舞台に下ろしたらしいですね。そしてですね、あ、もう最後ですかね、10分いきました、いきましたね、まあ、景気のいい話でも、景気のいい話しましょうか、はい、欲しいですね。ハチ公前で胸を触らせた女子高生ら書類送検という、うん、何それ、あ、知らない、ハチ公前って渋谷の、そう、これも結構ね大きいニュースになってて、フリーおっぱいって書かれたスケッチブックを出して、おっぱい触りたい放題やってたので通行人呼びかけて女子生徒の胸を触らせるなと、でそれを知人の男性2人が動画で撮って、うん、つまり YouTube の広告収入を得るためにそれをやったという、でこれが東京都の迷惑防止条例違反に相当したと、そうじゃあもう触ってるやつもいたってことか、いたのかね、いたんだって結構で、これマツコ・デラックスが今怒ってて、うん、触らせてるやつも触ってるやつもどうでもいいんだよそんなのみたいな、ぶち切れてる、なんか気持ち悪いことするね、高校1年よ16歳の俺すごいね、だからそのね、俺もそのマツコさんの意見ね一緒で、うん、もう触ってるやつ触られてるやつどうでもいいんですよ、うん、そんなことでね、俺がリチャードギアなら叫ぶよと、何ハチー、どうでもいいわ、ね、見ちゃダメだハチの目に手を当てて、うわー、ハチマジか、もうそんなことなってんだ、だからなんか一部では中堅ハチ公じゃなくてバター犬ハチ公って呼ばれたんだよねそういう説もあります、新しいその JK ビジネスみたいなことになりそうだな、よくさ渋谷俺らも通るじゃん、フリーハグ見たことある、フリーハグのスケッチブック、あらららら、あるなんかさ、え、抱かせてくれんのか思うけど、うん、勇気出ないんだよねいつもお前の気持ちの話なんてどうだっていいんだよだから俺がフリーおっぱいの前通っても、うんうん、指を口にくわえて素通りしてるから気持ち悪いよ気持ち悪いやつ、俺は前を通ってないけど、いやもうどうしようもないね、こうやってくると、だこれ触った方は罪になんないよね、別にいいのか、まあ、うん、まあ結局でもあれだね、まあどうなんだろうね、わいせつ行為にもなん、うん、まあまあ、うん、まあでもそうか、セクハラとかにもなんだろう、ね、うん、になっちゃうかな、だから昔東国原さんがさ、うん、あったね、ね、入った風俗店の人が未成年だった、うん、でもちゃんと聞いた上で、まあまあ、店にも責任あるからな、うん、これ上岡龍太郎さんがめちゃくちゃうまいこと言ってて、うん、たまたま乗ったタクシーの運転手が二種免許持ってなかったからといって、うんうん、客が罪に問われてるような状態って言ったの、超うまくない、うまいね、そういうことだよな確かにと思って、確かにそういうことだよな、そうなんですよ、おお、はい、分かる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 、うん、そうっす、分かりやすい、これはね、まあまあこれからもなんか増えていくんじゃないの、うん、そういうの、そうですかね、うん、わけわかんないやつが、今後もね、はい、注目していきたいなと明日はね、実は喋りたいのまたありまして、なんですか、予告があるんですか、元冬樹さんがブログでスズメを飼っていることで、うん、都からですね、うん、鳥は飼っちゃいけないらしいんですよね、勝手に野生の鳥って、ほー、そういうのでなんかその禁止みたいな、禁止条例みたいなの出されたというのが今ちょっとニュースになってまして、ドブロック以来じゃないですか、ドブロックの噛みつき亀以来、噛みつき亀以来の、確かにドブロックの、ね、方と元冬樹さん同じ髪型しますからやっぱなんかね、やっぱ髪型ダメなんだね、いいんですよ、ダメなんだね、お探しの人、酒井和人からダメなんだね、やっぱ髪型さんね、井出らっきょさんも熊本に移住、ね、いいよ、それはいいんだよ、お前ちょっとね、スキンヘッドの人の面白あるあるも探していきたい共通点、はい、はい、ということで、また明日配信しますので、よろしくお願いします、ぜひお聞きなさってください、さよなら。